はい、ま、皆さんこんにちは。こんにちは。今から奥手稲山というちょっとした山に、手稲山の奥、手稲山の奥にあるから奥手稲山なので、何かどうかは定かではない、ちょっと確かめていきたいと、そういう次第でございます。山ごチャンネル9時50分です。あ、駐車場交渉するのそこなんですね。駐車場の交渉する場所ってそこなんですね。昼には止むから。そうですね。このうるさい山登れないよ。ある意味経験しとかないと。その上にそれ切るの？はい。暑くね？いや暑いですけど、もういいです。これはないから。あ、そう。いや、いいんだけど。すいません。ありがとうございます。すごい音だ。ここが入り口です。行きますか。現在地が分かりません。また分岐点に。エスカルゴ、カタツムリです。食べれるかね。まあ、そうですよ、本当に食料がない時は食べよう。韓国のその美容のクリームとかでも使ってるみたいですもんね。傷口に塗るといいんでしょ。あ、なんかヌメヌメしてるからネバネバが粘膜みたいな感じだから、貴重な体験。雨にしか、雨っていうかこういう、あ、ここにもいっぱい卵がある。あ、ほんとですか。あ、逃げちゃった。隠れてないのになんか隠れてるふりしてる。もう上の卵のところに行ってる。めっちゃ卵食ってる。雪がもう、これやばくないですか。なんか大丈夫ですよね。この辺りまだ先行きますよね。ね、ほんとセクシーですね。青春時代。青春時代は女が辛かったな。僕と全く違いますね。僕はもう部活、部活です。違う。部活ですよ、部活。はい、もうずっともう高校時代も3年間記憶にあるのはもう部活です。まだまだ登るな。この林道まだ登るの？飽きちゃったな。あれですよね、頂上がでも
見ものなんですもんね。少しずつは。めっちゃ雲かかってる。ここだけ。あっちちょっと晴れてるよ、ね。あっち晴れてます。本当ですか。そんなどこにでもありそうな、まあ、あんまないですけど、これでモチベを上げるっていう。ようやく半分で。あれそんないってどうなんですか。ありそうですけどね。なんか書いてます。もうしんどすぎて。どこさよ。どこですか。頂上どこですか。
ここですか？だと思います。なんか跡ありますね。誰かの足跡ある。しかも割り箸新しい。多分ここが頂上。やったー、頂上だ。でもよくわかんない。あ、書いてた。書いてました。もう下ばっか見てるな。やった、頂上だ。やった、しっかり登ったぞ。はい、無事に奥手稲山攻略ということで、とんでもなくしんどい山でした。今の時刻は、はい、今の時刻は、今は午後17時です。あ、午後じゃない、なんか17時です。大変でしたね。大変でしたということで、バイバイ。めっちゃ自信ないですけど。あ、やばいなこれ。あれ見て怖いですけど。めっちゃ綺麗でしたね。